こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解はなんか B か C ですよね。じゃあ皆さん、なんで選択肢の A がダメそうに感じるのか。皆さん、出だしに何かありますよね。まあ、A と B を見比べていただけますと、監視。あがあったりなかったりでございます。で、もちろんつけるのかつけないのかということでございますが、皆さん、東京都知事。まあ、彼らは東京都知事に選ばれたんでしょうね。皆さん、後半の表現からすると、なんか4期目になりそう。で、意味はそれでいいんですが、皆さん、考えてくださいね。東京都知事、何人ですか？そうです。一人ですよね。一人いれば十分。で、その人にしかなれない役職の左側に、監視はつけましたか？ということ、皆さんちょっと下をご覧くださいね。人にしかなれない役職。それ皆さん、うにゃうにゃで表記。そうです。無監視でしたね。ですから、A と C は×。で、一方、B と D は OK。じゃあ、あとはどっちにするんですか？と言われたら、皆さんもう後半見れば一発ですね。そうです。選択肢の B の first term、4期目。これが単なる4であれば、皆さん複数でございますので、皆さん term に S が必要。ですが、force という4期目。複数の必要なし。ですから正解は B。で、皆さん本日のポイントでございますが、オレンジのところ。一人しかなれない場合の役職は無関心。アーとか座にも気を配りましょうね。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸一番に張り動く。それをスラスラ言えるよう結論させていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。